内藤あずさです。今回も M クラフトさんの車を紹介していきたいと思います。そしておなじみの福田さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回もですね、80ヒーローの編集長栗沢さんが来ていただいてます。栗沢さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ということで今日また3人で車を見ていきたいんですが、はい、今回はこちら、福田さん何のお車ですか？昭和59年式の、ホンダシティターボ2です。シティターボ2、はい、どんな感じのお車なんですかね、もともとは。それまでの常識を覆す、この、まあ、ワゴン R の時もそうだったんですけど、このポールサイズ、はい、背の高い車っていうのがなかなかなかった時代に、うんうん、コンパクトで背の高い車っていうことですごく好評を得た。シティってこれ背の高い車なんですか？そうです、そうです。今見るとすごい低く見えるんですけどね。そうか、そうだね。あ、そうかもしれない。高い車なんだ、ね、当時としてはすごく背が高いポールサイズって言われた車ですね。なるほど。結構でもこの車もね、実は三原自動車さん得意としてる車の1台じゃないですか？そうですね、これ自体は2台目になるので、なかなかでも手間のかかる車ではあります。あ、手間かかるんですね、やっぱり、はい。でまあ、このシティ自体 そのエアコンがやっぱり問題で、コンプレッサーがリビルトできないコンプレッサーがついてて、リビルトっていうことは今あるものを直す、直してまたそれをきれいにしたやつを乗せればエアコンは効くんですけど、うん、このシティのコンプレッサーはそれができない。なるほど。ということでどこからも断られなのでちょっとこれはまた違った形でエアコンを効くようにはしてますので、またそれも説明させてもらえればと思います。じゃあ早速隅々まで見させてもらおうかと思いますが、はい、そうですね、まず外観からですかね。はい、ボディはこれはもうオールペン全塗装してます。はい、はい、直してレストアもしてっていうことですよね？そうですね、もうできる限りはレストアして、で内装とかもレストアしてますけど、まあまだちょっとシートとか若干こつれてるとこありますけど、まあ、そこら辺はまあ普通に買ってくださるお客さんとお話をさせてもらって、まあ補修するかしないかとか、まあ、そういうところもありますけど、はい、まあ一番やっぱりエアコンをいかにして効くようにしたかっていうのがやっぱり、そうですよね、はい、一番この個体については苦労したところですね。伊藤さん見てください。はい。そしてやっぱり M クラフトさんといえば、そうですね、ステッカー、これやっぱこれあるとないとじゃ全然違いますよね。そうですね、やっぱりステッカーがないと全塗装した後真っ白で無地だとちょっと迫力もないので、やっぱりこのターボ2、ウィズインタークーラーっていうステッカーがやっぱウィズインタークーラー、このシティの代名詞的なところなので。へえ、いいですね、ターボって横についてるとやっぱなんか未だにドキドキするって。そうですね、 DOHC とかツインカムとかねなんか何を主張してるんだそんなにっていうぐらい当時はステッカーで主張してたんですね。いや、かわいい、これもデザインの一部ですよね、車の。そうですね、これが残ってるところがかなり大きいと思いますね。本当ですね、かわいい。ちょっと後ろの方回ってみましょうか。こちらも全てのステッカーが再現されてますね。シティのロゴいいですよね、ちょっと影ついた、ね、今じゃありえないようなロゴのデザインとか。そうなんです、これも今だったらエンブレムなんですけど、シールなんですよね。あれ、ね、赤い赤なんですか？タイプ R しかつけられない赤みたいな。あ、そうですね今思えば、今思えばですけど、確か元から赤ですよね。元は赤です、ね、あ、じゃあこの頃からスポーティーなモデルは赤くしようっていう、そうですね、ホンダの意気込みを感じますよね。意気込みも感じますし、すごくこう本田宗一郎さんがまだ生きてた頃の車ではあるんですけど、まあ、彼が酷評したというね、有名な逸話が残ってるんですけど、なんかものすごくいい車に見えますよね。いい車なんですけどね、何がそんなによろしくなかったんでしょうね、本田宗一郎さん。あれはもっと
走る車だったり、はい、低い車だったりが好きだったんでしょうね。あ、背の高いちょっとユーティリティが高めのっていうのが気に入らなかったっていう。あんなもんは認めんよっていう言葉だけが残っちゃってますね。へえ、なんか今ではねすごくホンダの中でも象徴的な車かなって思うんですけど、はい、特に80年代のホンダ車っていうと代表的な車になるんじゃないでしょうか。そうですよね。いやでも可愛いな、今このパッケージで売ってくれたら、ね、すごい若者にバッと広まりそうですけどね、未だに。本当ですよね。ホンダってこういう、例えばあの今 N ボックスがありますけど、うん、あのステップバンとかね。あ、ステップバン、うん、あれも73年ぐらいのモデルかな。うーん、画期的で、あれをベースとしてワゴン R が生まれたりとか。あ、そうなんですか、うん。あのちょっと早すぎた車っていうのは結構多いかもしれないですね。先取りしすぎてその時代に売れないみたいな。売れない。あるあるですよ、ね。ちょっとじゃあ前の方へ回ってみましょうか。はい。ホイールもこれ当時のホイール。そうですね。ですよね。当時のホイールリペアして、まあ仕上げるときにたまたまあの当時も流行ったアドバン HF タイプ D っていうタイヤが再販されてたので、これについては、まあ、ちょうどいいサイズがあったのでアドバン D タイプを、タイプ D か、タイプ D を、ね、はい、つけて、まあ、当時っぽさをちょっと出して、うんうん、いやかっこいい。ちょっと当時 あんまりお金のない自分としては買えなかったタイヤ。あ、そうなんですね。結構お高いんだ、ね、元々はちょっと レース用なんですけど、今はかなり街中でも走りやすいように作られているので、当時 あの走りとはまた違ったタイプ D ではあります。あ、なるほど。タイヤの解説はまた、はい、ゆっくりと紙面の方でやらせていただきますので、よろしくお願いします。八丸ヒーローさんで、ね、横浜さんもスポンサーですんで。あ、そうですか。はい、で顔ですね、ロゴマークがここにありますね。そう、これもやっぱり赤だったと思います。本当ですね、赤になってるし、こんな横についてるんですか、マークが。そうなんです、これインタクーラーがついてる車なので。なるほど、まあ、後でエンジン開けますけども、はい、レイアウトがもうびっちりです。こっから風をいかにこう入れるかっていうことで、ね、ちょっとこれがずらされちゃうんですかね。最近のホンダだとね、ボンネット少し開けてたりしますけど、はいはいはい、ああいうデザインも含めてちょっとどっから空気を取り入れるかっていうことは研究されてる会社さんだと思いますね。うわこの今の時代だとエンジンでかい車も多いので、はい、それぐらいのぎっしりさあるんですけど、当時としてはここまでぎっしりな車あるんかっていうぐらいぎっしりですね。コンパクトカーでもここまでエンジンみちみちに詰め込むかっていうくらい、はい、すごい。もともとターボのないノンターボの車にターボがついてインタークーラーがついてる。なるほど、それでパンパンなんですね。そうですね。インタークレアのステッカーもホンダらしいと言ったらあれなんですけど、はい、タペットカバーお、なんて書いてあるんでしょう。見えるかな。マグネシウム、はい、軽量化のために。もともとマグネシウム、さすがホンダという。あら、見えないですよね。こんなアルミで良くないっていう気もするんですけど。マグネシウム、いや結構ホンダではあったんですか。少ないと思いますね。シティターボだからっていう、まあ、オールアルミのエンジンっていうのが、ね、うん、だんだん主流になってきて、うんうん、まあ、さらにそこからまた変わったことをっていうと考えたのかもしれないですが、そうですね。ここはちょっとエアコンのコンプレッサーあるんですけど、うん、実際にはもうちょっと大きなコンプレッサーがついてるんですけど、ここをいつでも手に入る最近の軽自動車のエアコンのコンプレッサーをつけて、エアコンを効くように。それで流用できるなら今後も安心ですね。何かと最近のってことですか。そうです。いつでもだから部品証とかで手に入るコンプレッサーを使って、あとコンデンサーとかも全部新品を作って。あ、素晴らしいですね。で元々のベース使って追加の取り付けステーをうちで設計してつけてるので、うんうんうん、まあ、意外と簡単につけることが、ね、できるように。そんなに出てくる車でもないのに、まあまあ、控えるとそういうことにもなりますけど、まあ、やりきっちゃうのが M クラフトさんって感じですね。あ、でもこの辺の注意書きとか
は全部残してきてる。そうですね。あ、これは当時のものなんです。残したんですか。また作ったんですか、これ。ひょっとしたら作ったのが混じってるかもしれないですけど、これはでも古いですね。これは当時ですね。うん、でもこういうのも実際に古くても写真があれば新しく作って貼り直したりもします。なるほど。はい。すごい、何でもできちゃいます。じゃあ内装の方を今度は見ていきましょうか。はい、そうですね。見ましょう。これインテリアブルーなんですけど、これ元々この色なんですか？そうです。元の色はこれですね。いや、可愛すぎる。標準でこの色ですけど、ただこの時代の車って特に初期モデルについては派手なカラーを積極的に使うっていうことが多かったですね。特にまだ大学卒業して免許を取ってすぐ車を買うっていうところで、軽自動車とかこういう小型で買いやすい車っていうところは若者をかなり意識したインテリアを使うことが多いですね。いや、絶対このインテリアそのままで今の若者に受けます。そうですね、絶対に。おじさんにも受けますよ、これは。たまりませんもんね。ブルーのシートもなんか形状が割と凝っててツートーンになってたんですよ。かわいいですね。これは全体的に広告イメージ、さっき言った CM もそうですけどね、はい、全体的にこう当時としてはすごくファッショナブルで、うん、確かにノーマルの、そこは統一感ありますね。はい、ちょっと座ってみますか。いいですか。じゃあちょっと失礼します。はい、よいしょ。うわ、なんかメーターもすごい変わってます ね、これ。真ん中がデジタルのスピードメーターになってて、もうデジタル表示なんですね、はい、この時代から。で、左側がターボのブーストメーターですね。ターボってちゃんと書いてある。なるほど、ブースト圧もちゃんとわかるんで。いや、これかわいいですね。メーターの雰囲気とか全体的に、これなんだろう。あ、ちょっと物入れもついてますね、スペースが。ちょっとこれオーディオレスなんですけど。あ、そういうことなんですね。ここにオーディオが、ね、はい、セットできるので。いや、なんか今の軽自動車並みにこう置けるスペースがめちゃくちゃありますね。メーターの上にも小物置きがあったりとか、意外とこう下とかも。ここも本体はホンダっていうのは内装が貧弱っていうことが評判だったんですけど、これはかなりかっこいいんじゃないかな。ですよね。ペットボトル入れるところまであります。入らないかわかんないですけど。あ、そうですね。ペットボトルは入んないから、当時のなんか紙パックみたいな。当時の細い250ミリ缶っていうのがあったんですよ、当時は。250ミリ缶入れそれが入ると思いました。確かに。ペットボトルの小さいやつなら入るかなって感じですかね。ね、あとは、はい、ね、まあ、手動ではありますけど、はい、ミラーとかもね、実は手動だったりはするんですけど。そうですね、そのレバーを動かしてもらうと外のミラーが動きます。すごい。こういう機構だったんですよ。これは前時代からの流れがと思う。なるほど。これちょっとしたオープンできる、ね、ルーフもついていると。サンルーフがついていると。シルトできるのかな。ちょっと一回やってみましょうか。はい。いやー、なんかもうインテリアすごい。いいですね。可愛すぎて。しかもかなり綺麗ですけども、これは、うんうん、シートも直されてるんですか。シートはこれはうちに入ってきたまま。あ、そうなんですか。なのでちょっと若干擦れてる。ちょっと擦れたりとかしてますけど、ね、はい、うん、それでも綺麗ですね。この辺りがね、少しこう乗り降りするときに擦れたりするんですけど、うん、そうですね、こういうのはもう多少はっていう、多少はあるかもしれないですね。あ、リアシートとかめちゃ綺麗じゃないですか。はい、あんまり人乗せてないんでしょうね。まあ、足元の純正マットも見てもらえれば、なんかほとんど、え、新品ですかみたいな感じなので。見てください、この綺麗さ。フロアマット、本当に綺麗。いいですね。デザインも可愛いし。当時物で白でこの汚れ具合というか、汚れてなさ具合は本当ですね、まあ、結構本当に綺麗な、うんうん、ちょっと運転席のやつはちょっと擦れてますけど、うんうん、それでもやっぱ綺麗に使われてるなというふうに思いますけど。本当ですね。そしてこれ、次回はまたちょっと変わったものをご用意いただいてるって聞いたんですけど。そうですね、シティの相棒を準備してます。なんかちょっと聞いたことあるやつかなっていう気がしますが、はい、じゃあそのシティの相棒を、そちらもお楽しみにいただければ、はい、じゃあ次回はこちらを載らせていただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。次回もぜひ見てください。はい、じゃあ今日はここまで。